勝者ってじゃあその今振り返るとどうですか、はい、返しの方が魅力的に感じる。勝者はめちゃくちゃいいんですけど、うんうん、トップ就活チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。トップ就活チャンネルのおさです。こじです。このチャンネルではキャリアと遊びを味わい尽くすおテーマにお役立ち情報を配信しています。ぜひチャンネル登録ベルマークのクリックをよろしくお願いします。というわけではい、はい、最後の動画ですかね。いやー、はい、寂しいな。寂しいですね。お世話になりました。お世話になりました。一番のファンですよね。一番のファンです、ね、うん、私、はい、私たちあなたの一番のファンです、はい、なんだこれなんだこれはい、というわけでね、はい、今日は最後の動画のテーマは何でしたっけ、うん、今日はですね、はい、新卒で総合商社以外に行くとしたらどういうところに行きたいですかという質問です、はい、いいですね、はい、女性の視点も聞いてみたいな。確かに、うん、じゃあまあ単刀直入に今もし22、23歳、うん、まあ、大学の新卒のオプションが取れる時期に戻るんだったらどうされますか、うんうん、業界ですか？会社？どこでもいいですよ。まあ、でもいいですよ。業界とか。うん、うん、業界で言ったら私やっぱり外資に興味あります。へえ、外資系ですか、うん？やっぱ今就活に戻っても3つの軸私変わらないなって思うんですよ。誰と若いうちから成長環境がある、うんうん、一緒に働く人が尊敬できたりとか、まあ、その人自身が仕事を楽しんでいるというか、うん、やりがいを持っているかどうか、まあ、その自分の未来像としてその人になりたいと思うか、うんうん、働いている人が。そうだね。であとは年収、うんうん、まあ、変わらないなって思ってて、ってなった時に外資って結構当てはまってるんじゃないかなって思う、うん、ね、外資も外資でいろいろありすぎるので、まあ、その中でどういう業界かって言ったらやっぱ、まあ、私が受けたのはメーカーとか IT とかだったんですけど、外資系の消費財メーカーとか。そう、消費財メーカー、ね、ロレアル、そういう系か。あ、ジョンソン、JJ は内定ありました。わお、うん、取ってんじゃん。いいね、持ってるね。そう思ってましたけど、うんうんうん、そうで、その時にすごくいいなって思ったのは、うん、本当にその若い時からやっぱりすごくこう仕事が、うん、まあ、責任が結構あるなっていう印象がどこの会社も結構共通してまして、うんうん、確かにそれってベンチャーとかでもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり私は新卒でやっぱ戻るとしても年収大事にしたいので、うんうんうん、一社目の感覚というか大事にしたかったと思うので、そこを外せなかった時にやっぱ外資が結構有能だったんですよね、うん、濃厚候補、有力候補、有力候補だった。全部合ってる、全部合ってる、全部合ってる、よかったです。それが結構気になってますので、人も結構その面白いなというか、スマートな人が多い印象が、スーパーマンみたいな人たちが、ね、かっこいいよね。多かったので、やっぱ憧れました。ああ、なりたい。素直に。あ、そこが二つ目のやつ。ヒールカツカツでね。そう、ヒールカツカツでピチってスーパーしてて、話が分かりやすくて、でもすごいなんかなんていうの、6時とかには帰ってるみたいな。分かる分かる、うん、とか、ね、自分で営業してて車で自分の数字を持ってるみたいな、だから当時そういうのにやっぱ憧れてて、ね、営業取れる人ってあのただただ賢いだけじゃなくて、ちゃんとそのお客さんとのコミュニケーションが上手とか、うん、女性としての相手を気遣うこととか、うん、そういうのってきっと身につくんじゃないかなって、まあ、新卒の私は思ってたので、ね、なんか興味自体は結構ありますね、うん、あったと、うん、なんかそれで言うとこう結局でも総合商社入りましたと、はい、でその後にもう一回外資の今言ってたような会社を挟むっていう、うん、まあ、一応オプションもあったわけじゃないですか、はい、それをやんなかった理由って何かあるんですか？ あります。お、今フリーランスですもんね。はい、うん、それはですね、まさにその人の部分でだったんですけど、うんうん、はいはい、結局会社に入ると仕事って与えられることがほとんどだなと思って、うん、仕事とか目標とか、うん、あと部署配属ですよ、うんうん、多分転職した時って自分でこういう部署に行きたいですっていうのは確かにできるかもしれないですけど、うんうん、その自分がなりたいと思う人と隣で仕事ができるのかってすごく、うん、それって可能性めちゃくちゃ低いと思っていて、いや、確かに皆さん仕事できるし思い持ってるので尊敬はできるけど、うんうん、自分がこうなりたいとか、うんうん、まあ、それって一人じゃないと思うんですよ、うん、この人のこういう部分いいなとか、うん、この人のこういうところはいいなとかってあると思うんですけど、うん、一緒に働く人って選べないと思ったんですよ、うんうん、そう、一緒に働きたいって思う人を隣にでこう隣に置いておきたいじゃない、そう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 師匠にするというか、っていうのって結構会社に入ると難しいかなと思って、大きい企業とかだと難しいね、うん、やっぱフリーランスとか独立のいいところは自分が誰と働きたいかを選べるっていうのが私にとってはすごく大きかったんですよね。でなのでその転職っていうのも確かに考えたんですけど、同じ悩みというか、いずれはそのお給料とその会社でのお客さんというか、その会社のお客さんを自分がこう
ていくっていうところにね、うん、疑問とか、いやすげえわかる。そう、働く人、自分がサービスを提供する人を選んでいきたいなっていうのが大きかったですね、うんうん、確かにな、なんか強いね、強いね、強い、うん、素晴らしいわ。商社に行った時にさ、上司は選べないし、うん、上司も部下を選べないよと、うんうん、よく言いましたね。合わないことはあるから、うん、でも3年待てばまたローテーションで変わるからって、うん、3年ですか本当に人生一時ですからね。そうそうそう、その3年はね、そこしかないですね。なるほど、ね、じゃあまあ新卒に戻るとしたら外資の方も考えうると。考えうると思います、ね、商社ってじゃあその今振り返るとどうですか、はい、外資の方が魅力的に感じる。商社はめちゃくちゃいいんですけど、うん、好奇心旺盛なので、うん、行ってみたいって気持ちはありますね。外資とかどういう感じ、なるほど、ね、新しい世界行ってたら自分ってどうなったのかなっていう好奇心が、全然カルチャー違いますもんね。そうなんですよ、ザ日本企業の商社と外資の、ね、スピード感あふれるというか、ドライかつ成績主義じゃないけど、成果主義かな、ね、確かに僕らも体験したことがないからそうなんですよ、全然わかんない、どんな業界かよくわからないけど、商社行ってね、うん、外資行く人もたくさん、ね、うん、そうだね、いるので、そう、ね、まあ、セカンドキャリアの鉄板みたいになってるね、うん、最近ベンチャー増えてるけど、そうだね、確かに。でも新卒ってブラン、ね、まだまだブランドのまだ新卒って結構大事って思ったら、商社って転職で入るってなかなか難しいですね、うん、難しいと思うので、商社はありがたいというか、一社目だったらね、うん、いいよね、めちゃくちゃありがたいですよね、ありがたい、うんうん、転職だと同期とかもね、あんま少ないしね、新卒の同期ザーって、ね、友達になるのはすごいよね、飛ばしたもんな、170人みんな、ね、それはすごいと思う、それはあるかもしれない、ね、なるほどね、非常に参考になりますね、参考になります。レーナーロスのお時間がちょっとなんか寂しいですけれども、寂しいですが、絶対思ってないですよね。いや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 、そんなことないよ、そんなことない、大丈夫ですか。いや、レーナさんまたね、今度来てください、来てくれるということをこちらで約束していただけますでしょうか。ぜひ、プロミス。チャラいな。言ったことない。何それ。はい。というわけで、まあ、いろんな話をしてきましたので、うん、まあ、ぜひですね、レイナさんに興味を持った方は、うん、概要欄の方にですね、うん、レイナさんのいろんな SNS リンク貼っときたいと思います。うんうん、ベビーシッターとか、本当に子育てとかね、あの子供に対する愛着心、いろんな感情をこもってる女性ですので、うん、なんかこう、なんだ、ベビーシッティング募集してます、もしかして。してますね。お願いします。お仕事、お仕事よ。ぜひぜひ。あ、うちの子、青森なんですけど。わかりました、わかりました。いやでもこの人となりを見たら多分皆さん殺到するかな、そうですね、大丈夫かなって思った。ぜひぜひご応募ください。というわけで本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました、視聴者の皆さん。というわけでまたお会いします、さよなら、はい、See you next time、 バイバイ。今日の一問はこちら、面接で聞かれた時に答えられるように概要欄の方をチェックしてみてください。チャンネル登録やベルマークのクリックはもちろん、 LINE では最新情報を流していきますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter のフォローもよろしくお願いします。